キー兄弟、アルキーとフレッドキーはアメリカ合衆国のパイロットである。1935年6月から27日間に渡って無着陸飛行を行った。第一次世界大戦後に航空に興味を持ち、1920年代にバーンストーミングに加わった後、ミシシッピ州メリディアンのメリディアンミューニセプル空港の管理人となった。大恐慌の影響で空港は、 不要とされ、閉じられることになった。キー兄弟は、空港の廃止を避けるために、人々の関心を引くために、無着陸飛行時間記録の更新に取り組むことにした。当時、空中給油の課題は、給油ホースからの燃料の漏えいで、漏れたガソリンがしばしばエンジンの排気管で触れて、発火した。キー兄弟は、発明家の AD ハンターと共に給油ノズルが、 燃料タンクに完全に挿入された時に自動的に開くバルブを発明した。ノズルが燃料タンクから外れるとバルブは自動的に閉じてガソリンの漏れるのを防いだ。この機構はこの後さらに改良されて今日の空中給油システムでも用いられている。さらに飛行中に機体の点検ができるようにキャットウォークが取り付けられた。1935年6月4日。 兄弟はオーレミス号と名付けたカーチスロビンでメリディアン空港をメリディアンから出発した。27日間にわたってメリディアン周辺を飛行し、毎日数回もう一機のロビンから空中給油を受けロープで吊るした食料と補給品を受け取った。7月1日に着陸し、6000ガロンを超える燃料を使って52,320マイルを飛行した。 無着陸飛行時間は653時間34分であった。キー兄弟はフライングキーズと呼ばれ、オーレミス号はワシントンの国立航空宇宙博物館に展示されることになった。この飛行の後、メリディアンの空港はキー飛行場と解明された。キー兄弟は第二次世界大戦に爆撃機のパイロットとして第二次世界大戦に従軍し、フレッドは 主君十字章を受章し、あるも多くの助勲を受けた。あるは1960年まで空軍で働き、その後、メリディアンの市長を務めた。フレッドは、キー飛行場で、キーブラザースフライングサービスを経営した。ありがとうございます。